これはもう本当、まあ、この作りもそうなんだけど、スケートボード の, あの木の機構と同じ機構を使ってるんで、体重移動するとそっちの方に、ね、曲がるようになってる、それとスノーボード、スノーボード の, あの体を倒しながらカーブしていくような感覚、それをね、もうフェアウェイで飲んでこうシュプールを描くようにね、もうとにかく移動手段なんだけど、もう乗ってるのがすごく楽しいっていう、これはもうセカンド地点にもうすぐ一直線に行っちゃうんで、すごくあのプレー時間は短縮になると思いますし、まあ多少のラフとかあの下が悪いところでもあのどんどん走っていけちゃうので、プレー時間はどんどん速くなる傾向になると思いますね。